暑さが本格化する前にサッカーの指導者らを対象にした熱中症対策講座が昨夜静岡市で開かれました。この熱中症対策アンバサダー講座は大塚製薬と県サッカー協会中部支部が開きました。県中部のサッカークラブの指導者や選手の保護者らおよそ120人が出席しました。管理栄養士が講師を務め、熱中症対策には普段から汗をかく習慣をつけることや水分や塩分を補給することの重要性を強調しました。また講師は指導者に対してクラブ活動を始めたばかりの子が休憩しやすい環境を整えることが大事とアドバイスしていました。